はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回はですね、下町ハイボールのですね、現役の、シロップを買ってまいりました。こちらアマゾンで 1.8 リットルなんですが、確かいくらだったっけ ?1000 円ぐらいだったっけ、アマゾンで売ってるんですが、こちら神田ハイボールの、株式会社神田食品研究所というところの神田ハイボール現役となっております。標準使用方法、25度の焼酎7に対して、この本液を3の割合で混ぜたものを、同量10の、炭酸水で割ると、ビールの約倍の 8.7 の7度の、濃度のすっきりした美味しいハイボールになります。なお、レモンスライスを添えると一層風味が引き立ち、爽快な気分を呼ぶ現代飲料ですって書いてありますね。原材料が、麦芽糖、香料、酸味料、乳化剤、保存料、着色料となっております。東京都の新宿区の会社ですね。よし、じゃあ早速ね、飲んでいきたいと思います。が、これね、毎回思うんだけど、すごい、開けづらい。この王冠ってどうしてこんなに開けづらいんだろう。よし、開いた。焼酎を7に対して、焼酎を7に対して、7に対して3だから。ちょっと計量して。こんぐらいかな。ちょっとほのかにね、甘いんですよ。ほのかに。ちょっとほのかに甘さがあるやつなんですが、で炭酸水を加えまして、これでいただくと。それでは乾杯。ほのかになんか甘い。ほのかに甘くて飲みやすい。で、俺はさっき買ってきたんですが、そうそう、もう東京でそろそろ雪が降るということらしいんですが、ね、さっき、まあ明日あたり雪が降るというらしくてですね。もうすでにめっちゃ寒かったんですけど、外は。はい。ポッカレモン100。ちょっと入れて。ちょっと入れて。あ、うまい。美味しい。美味しいっすね。まあ、元新潟人ということでね。皆さん、俺はね、まあ、かなり寒さに強いんではないかと思われてますが、いるかもしれないですが、俺はですね、冷え性で、手、ここの手首からこっちですね。こっちと、あと足首から先がね、もうものすごく冷えて、まあ、ものすごく冷えるんで、冷え性なんですよ。なんで寒さには非常に弱くて。
でね、新潟いた時もめちゃくちゃ、まあ、辛い。辛かったっすね。で、昔大阪にも住んでたんですが、やっぱ大阪でもやっぱり寒いことは寒いんで、きつかった。という覚えはあります。まあ今でもね、今、普通に寒いですからね。東京も明日2度になるっていい。2度じゃないよ。0度になるって。最高気温が2度ぐらいだと聞きましたけどね。明日最高気温ね、2度ぐらいらしいです。ね、雪も降る。一日中雪が降る。言うてましたって。きつい。ついっすね。ああ、そう、今日ね、さっき、スーパーの24時間空いてる声優っていうスーパーに行ってきたんですが、そちらでね、玄関っていうか、入り口、スーパーの入り口に、スーパーの店員さんがいたんですけど、塩撒いてますね、塩っていうか、塩っていうか、そのなんか、塩みたいな、その、なんていうか、凍らない用の、なんか、粉末みたいな、を巻いてました。おー、こんな巻くんやな。へー、という感じです。二杯目。やっぱちょっとレモン入れた方がいいな。ちょこっとこうレモン入れて。うまい。とうとう炭酸水がなくなってまいりました。とうとう。クオスの炭酸水を買うかと。いうね。安定のクオス。じゃあ、このハイボールの原液、これだけ飲んでみましょう。どんな味するか。乾杯。あ、ちょっと甘酸っぱい。甘酸っぱいな。なんか。あ、ほんのり甘い。で、ちょっと酸っぱい。うん。これはあれだ。そのまま飲んでも あんまり美味しくない。うん。ということで。今日が23日、24日に雪が降るとというらしいですよ。皆さん、風邪をひかないように。今のところまだ風邪はひいてないんですか、僕は。僕は今のところ。香り。買いかどうか、まあでもそこそこ美味しいんで。まあ買いっちゃ買いじゃないですかね。2324です。ご視聴ありがとうございました。